日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目でお送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や生活の話題を。 皆さんに紹介しています短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいねさて今日は皆さんに目のつけどころという言葉を紹介します目のつけどころとは注目するところのことを言いよく目のつけどころが良いや目のつけどころが違うという形で使われます 例えば理科の実験でわからなかったことを質問したら先生から目の付けどころが良いねと褒められたさすが名人ともなると目の付けどころが常人とは違うというように使います一つ目は質問が的を得ていて良いところに気づいたねと褒められたことを言っている分で二つ目は名人なので 普通では気づかないことに気がつき、それをさすがだと言って感心している文です。このように注目することが良かったり、人と違ったりすることを褒める意味でよく使われます。よく似た言葉には着眼点があり、こちらも注目している点という意味です。例えば、先生から 着眼点が良いねと褒められた。もしくは「さすがは名人着眼点が違う」というように先ほどの文を言い換えることができますさてどうだったでしょう皆さんの国にもよく似た表現はありますかまた是非教えてくださいね最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう 良い一日を。またね。